I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. こんにちは。やっとこの時が来ました。私は父の仇を討ちたい。ロードナイトの音、どうか私に力を貸してください。私たちならきっと。みんな急いで。行きます。ここは逃げるよ。行くぞ、みんな。みんな急いで。私たちならきっと。みんな急いで。行きます。おくらえ。ごめんなさい。仕方なかったの。
私たちならきっと絶対ですね。待ちわびたぞ。ロードナイトも、もう逃がさない。逃げる、思い違いも甚だしいな人間。私はむしろ貴様らの来訪を歓迎している。目障りなゴミがきれいさっぱり片付くのだからな。私はお前を許さない。父を殺した。私とて初めから貴様の父親を。ただあの女の意識が血を這い渦巻き、己が身をも焼き尽くさんとする打滑がごとき黒煙。騎士の親父、よくもその劇場が私の意識に影響を及ぼしたのだ。人間の我らデジモンにとって
いかに危険な存在であるか。それでは、リエさんが抱いていた父への殺意が、あなたを変えてしまったと？ん？しかし、あの女の感情はそうは貴様らのような脆弱な人間を蹂躙する時の優越感。精神が崩壊する時の断末魔。その全てが私を高ぶらせ、狂気させてくれるのだから。私にこの感情を与えたのは貴様ら人間。罪深いのは私か、それとも人間か、どちらだ。エデン症候群を広めたのもお前の仕業なの？半分正解といったところか。私はただイーターをコントロールしただけ。結果として広まったことは福音ではあるが目的ではない。だが、かの罪の烙印の蔓延について私を責めようとは、アングロドン、無知もお前たる修行だ。世界に破滅を導いた現在は、元凶は貴様ら自身であるというのに。何を言って。8年前だ。上白優吾、上白優子、白峰の木、貴様らは8年前デジタルワールドにやってきた。とてつもない現在最悪と、私たちがデジタルワールドに記憶に、もしかして私たちも記憶を奪われた。山科さんのように。それに8年前兄さんがエデンのベータテスト参加した子供たち5人、それってようやく思い出したか。もはや貴様らに過去も真実も無意味。貴様らの明日は変わらぬ。絶望と共に滅ぶ運命は、それが貴様らの歩む唯一の道だ。真実の嫌味を知り泣き叫ぶがいい。やりましたね。
前。ほら、早く行こうよ。お兄ちゃん、待って。お前ら、勝手に行動するなよ。年上の俺の言うこと、ちゃんと聞けよな。エデンはすっごく広いんだ。いろんなところに行ってみよう。もちろん、僕たちはずっとずっとここにいようぜ。なあ、いいだろう。